際学生って、その設定無理ありません？そして今週の注目棋士はこちら。さあ今夜も始まりましたパチタウン TV、今夜はですねキャロルつぶく店にやってきてるわけでございますけれども、はい、さあガッキーさん、はい、私もなんでこんな格好してるかよくわからない。私がサラリーマンの格好してまして、はい、でガッキーさん、はい、チンピラ、チンピラじゃない、チンピラじゃないですか。チンピラに見えるよ。寝起き、ね、寝起きじゃないでしょ。ちゃんとしてきて、ちゃんとしてきて。どういうこと、サラリーマンと寝起きで。違う違う、一応大学生風ね。大学生風ね。なんですけど違うんですよ。今日の企画が番長対決サラリーマン VS 学生編。お2人で番長を打ってもらって120分のバトル、うん、どちらが多くの枚数をゲットできるかを競っていただきたいと思います。なるほど。ということはもう格好一切関係ないね、これね、うん、そういうことですね。まあ見た目から入ったら楽しめるって言いますもんね。わ、うん、かりました。はい、そうか、ほとんど納得ができてないですけど、なんとも言い難いですけどね、うん、まず格好から入って、はい、大の楽しさを知ろうということですね。はい、そうです。雑談なんでそうです。俺がまとめたことに対してはじゃあ今日は、はい、番長対決ということで、はい、どっちの番長が出玉が多いか頑張っていきましょう。やるぞ。オン。今回の舞台はキャロルつぶく店。パチンコ360台、パチスロ200台を設置しており、隣接する悠々館と合わせると872台もの遊べる機種を取り揃えていますよ。さあ真の番長になれるのはどっちだ。それでは対決スタート。よろしくお願いします。サラリーマンです。顔男の生き様燃やしてやるぜ。すごく久しぶりに触ります。サラリーマン番長、そうでしょうね。だいぶでも変わってますね、うん、こうやって見ると隣同士で見ると、いやもうね思いっきり変えましたね今回ね。座り間違った人みたいになってないですか。なってない。いやいや、でもこの番長3が導入されて今本当に時代は番長だと思うんですけど、うん、番長3やっぱ埋まってるじゃないですか、はい、それに連れて番長、前の番長も力入れてる方も多いですからね。そっか、うん、まあ、この番長人気でサラリーマンの方もそうもう一回ちょっとリスペクトしていこうと。ガッキーさんだいぶ勝ってんでしょ番長3は。はい、めっちゃ相性いいですね。すげえ、うん、私も多分最近負けてない。あ、そうですか。まあテレビでは見せれてないけど、うん、あの実戦の時に結構サクッと5000枚ぐらい出ることがよくあって、はいはいはい、はい、まあ、あのフリーズ引いたりとか絶頂が何回も絡んだりとかしたら結構出ますよね、まあ、一撃の性能はなかなかのもんがありますからね。ね、大きいですよね。僕負けてないですけど、ほとんど5000枚は出してないです。あ、本当に。そう、5000枚結構もう何回か出しちゃったかも。マジで。本当です。ほら終わっちゃったじゃん、ほら美穂ちゃんが喋るから。関係ないでしょ。さあそろそろケンボーさん200ゲーム超えそうなんで、はい、超えて夕方ステージ、雫のステージになんなければ据え置きかもなとなれば、リセちょうど200ゲームです。これちょっとややこしくするかも。チェリー引いちゃった。これはややこしい。ああ弱い、弱手なんで、弱手でいく可能性もあるんですよ。いやこれややこしくしたっすわ。ちょうど200ゲームでややこしいの引いちゃいました。マジでこれは読みにくい。これでもどっちか分かんなくなった。そうですね、万が一夜ステージまでいけばリセット確定です。あ、当たった。これ多分広角の弱手解除ですね。弱シェリーでだからリセットされてて広角いってた上で弱手で解除したと。なるほど、すっきりした。うわ気持ちいい。ありがとうございます。マジか、当たり負けるとちょっと怖いんで。瞬発力はこっちですからね、当然順応が違うんで。赤だ。まずはサラリーマン健坊が一歩リード。はい。そしてガッキーにも動きが。お、チャンス目。ナイス。高額だったらね対決行くんですけど、まあ低額だろうというところでのチャンス目でしたね。まあでも十分期待できる。ああ終わった。
は終了してしまいましたが、ここでガッキーに。お？何？え？どうしたどうした？39回目のベルで。末置きだとそろそろ対決戦場に行ってるはずなんですよね。前日が多分ゲーム数的に17回とかで終わってると思うんで、今57ぐらいになっておかしくないんですよ。その可能性が高いっすね。あ、これ末置きっぽいな。末置きっぽいというか、リセットされててもベル回数は据え置きの 50% が選ばれたということっぽいです。はい、またさっき、特訓行かなかったらちょっともうやばいです。ここでようやくガッキーに。これ11ゲーム12、13ゲーム、14ゲーム。ほらね、14から17ほんと行きやすいんですよ。お、まあ頑張ろう。うわー、うまい、出ましたよ今度ね。あー、ただ赤文字のオス弁当箱で、おい、おめでとうございます。許しゅー、許しゅー、やっとよかった。楽勝楽勝とは言い難い学生楽器。まあ、ね、これから見せてくださいよ。ジャーニーは1日目超大事ですから。純増約2枚の ART で、ワンセット基本的に40ゲーム。そしてここで剣宝山にも行くぞ。お、ここでさらば当てる人は、はい、上手い人です。ありがとうございます。しかも次回予告、よっしゃ。よいしょー、ありがとうございます。はい、いや、それ何なんすか。毎回やりますけど、はい、残り5ゲームなんですけど、あ、いたいたいた、ラスト対決当たれば、いただきジャーニーの上乗せ、このドゥーンはベル以上ですからね。ベルレア役リーチ目、よし、おー、これで上乗せでジェスト。おいで、さらに続けば熱い。表ではない、まあ、青だったんでね。で、継続確定してますんで、この後は必ずバスに乗れます。トドロキョンゴ、お、まだ乗せるの。ベルカイ2とレア役だったんですかね、多分。お、やった、これは大チャンス、いけ、よし、ほい、あっほー、すごい、楽しい。ごめんなさいな、いやー、ほんとすいません、悔しいんですけど、楽しませてもらっております。ガッキーに負けるな。あ、終わるんかい。よっしゃ、僕は継続確定なので、演出的に何が出るかですよ。
いいですね。でこの演出だったりというところで残りのセット数だったりそういったものを示唆してますんで、モードだったりね。またホットドタイムいってる。よし、マジか。よっしゃー、すげえ、カメラが振り向いた瞬間あらす、はい。すごい、よっしゃー、追いついた。イエーイイエーイイエーイ、やべー、剣坊さん、ようやくいただきラッシュへ。なかなかいい勝負になってきました。いい勝負。なんかこうやって見てるとやっぱサラバーも面白いですよね。2.8 倍ですから。確かにね、うん、確かに。さあそしてここで2セット目終了する、継続するか否か、頼むよ。よし、素晴らしい。初回はループ率持ってますんで、まあこの時点で 25% か 50% か 80% 持ってるんですけど、まあどれかを生かしたってことですね。1個しか載せないんで。おっ、ミスターオチュワー、継続確定。はい、おーすごい。しかもセット数があるときに出やすかったりしますね、より。終了画面を見せないっていう。よし、これいただきラッシュ引き戻してる可能性ありますよ。マジ、さっき70ゲームで終わって今100ゲームなんで、はあはあ、ありえる。よいしょ、どっちだ、出たー、マジ、いやいやいや、いやこれはすごい、あざす。いや、しかもこれで200ゲームまで到達すればさらにボーナスのチャンスですから。なるほど、絡みやすくなるんですよ、さらにね。あれだす、うわー楽しそう、美穂ちゃんと違って絡めちゃうよ。ラストスパート、さあこの対決勝つのは。結果発表、さあどちらが対決勝利したんでしょうか。いや、非常にこれいい勝負ですよ、うん、あ、まあそうですね、うん、はい、同じぐらいありましたからね、パッと見たらちょっと分かんなかった。本当に同じぐらいでしたね。それでは私サラリーマンから発表させていただきます。お願いします。獲得枚数290枚。お、290枚か、まあ、そんなとこでしょうね、まあまあまあ、そんなとこでしょう。番長スリーの、はい、僕は305枚。あー、ちくしょう、勝利、15枚さ。いや、低レベルじゃないですかこれ。低レベルすぎません、ね、うん、ちょっと実践時間短すぎじゃないですか。まあ120分はちょっと厳しかったですかね。お前が止めなければ。いやいやいや、決まってない、そのまんま言ってたんだよ。実際、はい、いただきラッシュ引き戻したりしてるんで、うん、強い要素出てるんですよね。まあ確かにね、次のあたりでほんと9700枚引いてたから。なんすかそれ。めちゃくちゃ嫌じゃないですか。なんでちょうどまんまになるんですか。刺激。いやでも久しぶりに私サラリーマンバンチやりましたけど、はい、うん、あ、面白いね。あー、よかった、ワクワクする。いいっすよね、うん、なんか久しぶりですよ、この信頼のような感覚で、はい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 、もう一度楽しめれた。確かに、楽しい番長対決でございました、はい、最後は美穂さんに締めていただきたいと思います。今日はお誕生日でした、はい、はい、おめでとう、おめでとうございます。こんな暗い誕生日。番組まだまだ続きます。続きます。なに、なに、なに、レジャーシートがない。ランクアップするってことじゃない、そのもうレジャーシートをなくして。でも1個しかない。どういうこと、おかしい、おかしい。あ、ちょっと待って、カンペ出てるよ。